はい、こんにちは、ケンです。ということでやっていきましょう。人狼ジャッジメント。市民、人狼に、市民いない？おい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 、ちょっと待って、市民は呪われってわかるわけか。え、これ相当厳しくない？超辛いよね。どうしたらいいんだろう、この部屋。初日ならランダムしろ。ちょっと待って、これきついよ。初日からドッカンバトルになるんじゃね？ 1,2,3,4,5。いや、もうさ、上使用しちゃってさ、これ、狩人使用させた方が早くないか。だよね。え、これ、どういうデザインにすればいいの？相当辛い。いや、霊能使用は無理。霊能使用は無理。これ、霊能経過大事、この部屋。ジョーを引きました。ロディ白ね。カミングアウト。カミングアウト。カミングアウト。あ？ショーンのそれは何？もう終わりじゃね？ああ。スーザンは違う感じね。把握。スーザンは妖術だな。あのさ、もうスーザン殺さね。延長希望。延長希望。延長希望。どうすっかな、これ。これめちゃくちゃだるいぞ、これ。ちょっと待って、考えていい？延長希望。市民が140までに出てほしい。市民出てくれ、頼む。市民出ないと、これもう狼側ってことだからな。あ、オッケー。トーマス3やな。よし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 、ここで出てくれた。いや、後回しダメだよ。いや、カリードすかすだけだぞ、これ。もう時短でいいでしょ。時短かね。トーマス釣るでしょ？で、ここでだな、ここで。カリウドは、いや、まあ、いっか。カリウドがどうするかだな。カリセンス。トーマス。なんて、もう本当の意味でトーマス真の柱だな、これ。真の柱や。どうするかな？これでカリードが噛まれたかどうかとか？妖術にはもう露見してるんだよね。妖術には露見してる。正直もう妖術とか釣ってる場合ではないから、狼を釣り切って勝つしかない。相当な短期決戦だぞ。
カリウドか人狼かしかいないもんな、あと。もう、すごいバトルだ。お前。噛まれたということはカリウドですね、これは。噛まれたということは、ここはカリウドです。間違いない。もうカリウド一人しかいない。ん、スーさん何やってんの。ん、二人。とりあえずサンドラ釣りしてみる。スーさん、スーザン、私の役職狩りでいいよね。スーザン、うん、まあスーザン来たな。今日はサンドラ釣りで、釣りでよくね。いや、今日はジェシカ釣りでよくねえか。サンドラだわ。一旦よろしく。あれしか狼だ。カミングアウト。負けわからんルームだな。スーザン。スーザン目線、ロディシンでしょ。ショーン偽。スーザンオッケー。してるやん。カリウドに、女王にカリウド出ししても無駄。30秒前。ショーンもう妖術の演技は A で。よし、ジェシカ太鼓引きずり出したな。なんだこのスピーディージャッジメントだな。すべてトーマスのおかげではある。サンドラもアホだな。勝ちっしょ。スーザンもわけわかんなくなってるの。幼稚で何すればいいのか。こういう部屋って何すればいいかわけわかんなくなるからな。スーザンもわけわかんなくなってる。これ女王が占い賢者使用しても面白かったかもな、この部屋。それしたら多分呪われ噛むのか、どうしたらいいのかわけわかんなくなるから。ええ、そこ噛むの。そこ噛みっすか。それ噛んでどうするつもりなの。そこ、ニック黒ね。ジェシカ行きます。うん、スーザン女王に黒出し把握。まあ、ないとは思うけどな。てか妖術潜伏でもやったんじゃねえかなって気もしなく、いや噛まれるか。いろいろと運が悪かったな。
大ピンチだったが、妖術に初日なら占われるという大ピンチだったが、なんとかなったな。いきなり暴露されるところだったけど、 GG 大勝利だ。おっ、なんだこのスピーディー村だな、マジで。もう14分ぐらいしかしねえぞ。よし、GG。無理。